はい、どうも、ティーティーです。引き続きゼルダやっていこうと思います。ちょっとすいません、声が酒でガラガラしてますけど で、今日はそうだね、この辺行きつつここだね、目指していきたいなと思ってます。とりあえずここ行くか。こっちでいいのか。良さそうだね。よし、行こう。黒行け。あ、そうだ、そう、こいつ倒してみたかったの。てか敵だよな、こいつ。なに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 、どういうこと。待って、弓でいいのかな。これ強いのは龍骨母弓弓、兵士の弓ぐらいでいっか。やれないのか。石を出してくるだけ。この石を持ってぶつけるとかじゃない。違うのか。何何何何、お前ら何何。突っ込んでてみるか。おい、いけるいける。ああ、何？痛い痛い痛い。ちょ、何何何何何。なんか今身みたいな、身っていうか出してたじゃん。それかな。これこれこれ。痛い、食われたー。この状態で回復できる？あ、できるね。よし。だからさっきの出してもう一回。ここ。よし、ここだな、ここだな。硬っ。で、もう一回もう一回もう一回。ピローンって出てから、身が出てからこう。あ、倒し方分かっていけんな。何こいつ、気持ち悪いな。な、え、た、え、宝箱？ライクライク。好きなんだな。ライクライクだもんな。ラブラブじゃなくてね。ライクライクね。立てくれるんだ。へえ。しかも強い。よしよし。これ結構強いの？武器いっぱいか。これ1個いらねえか。こっち持ってみる。違う違う、剣じゃなくて、こいつ欲しい。え、 20？ めちゃめちゃ強いじゃん。ちょっと待って待って待って。そうなってくるとこれ何。ああ、これね。はいはい。これ強そうだけどな。20はちょっと魅力的すぎないか。これ同じか。じゃ、これいらんな。で、こっち取ろう。これもなんかくっつけたら良さそうだね。よし、待って、これじゃなくて、いや、20になんかつけるのもいいな。よし、ちゃんと進んでいかないとな。進めなくなるから。出たー、友達。結構いっぱいいるなこいつ。また今日も進めないかもしれん。はあ、困ったな。まさか友達とはぐれちゃうなんて。どこどこ。ん、のろしを上げて上がってる。見にくいんですけど。もう疲れちゃって。そっか、この、そうだな、やっぱ白にしてこいつ常に乗せれるようにしといた方がいいかもな。ね、2台作ってめんどくせえもんな、こう歩いていくの。よし、来たぞ。おらよ。さあ、友達を連れてきてありがとう。俺にこれどうぞ。コログの実12個か。ポーチ大きくしてえな。
ていうかここまで来たらなんか塔あってね、あそこ行っちゃうか。これどこ、あ、塔にマップしをよし、肉くれい、あそこにもいるな。ちょっと取ってくるか。ほんとやりたいことありすぎて進まねえな。よし倒したぞ。あ、ライト盾、なんだそれ。あそこ行くか。じゃあこれ渡れるかな。なんだあそこ。チューリー、チューリー、チューリーの偽物。よし風を。ここなんかありそうだけどな。いたいた、いいぞいいぞ。うわ見つかった。コログ会かよ。あ、ごめん、これ何、毒、毒沼、何、熱いの、沸騰してるけど。いや馬置いてきちゃってるな。まあいっか、マップをね埋めることはやっぱ優先事項だと思うから仕方ないね。これ、あ、そうだね、ここにマップのつけてる、ちょうど行きたかったとこだからよかった。どっから入れる、登っていけるか。よし、あぶね。おい、なにこれ、これまた組み立てる、なんか組みそうじゃない、どう組むのか分からんけど、なんかやってみるか。どう、はまってないのこれ、もうちょい。よし、コログ界ですね、めっちゃコログ出る。で、よし、雨か。ドイブラン遺跡。声ガラガラだね、申し訳ない。帳簿台を見に来られたんですか。申し訳ないですが帳簿台は使えません、メンテナンスが難航してるんです。どうしたの。実は帳簿台を起動するための端末がなぜか動かないんです。端末を一通り調べたんですが壊れているところはどこにもないんですよ。もしかしたら帳簿台本体のどこかが壊れてるのかな。何、修理してくれよ。帳簿台のどこかが壊れてる、なんだこれ、これ乗れってこと。乗れる、いけるね。なにこれ、これが壊れてるぞ。こっからなんかある、なにこれ、あ、ミサイル的なやつ。何か使うな、何かするな多分。え、これさ飛ばせるってこと。ここにちょっと置いて火つけてみようか。あ、火出るわけじゃない、飛んでったな、どこ行った。あ、え、これどんどん上行けるの、あ、動く、これもしかして飛ばしちゃいけないやつだった。こうして、違う、あ、待って、動いてる動いてる動いてる、動いたけどくっつかないとダメだったか。これどうすんの、もう積んだ、風出てるわけじゃないもんね。そっか、でも風起こすか、松ぼっくりで、松ぼっくりだっけ、ハイラルぼっくりで手に持つ持つで、石石石、生き方間違ってるだろうな、絶対さっきの使うんだろうな。で奥、これでいけないから、いけるか、いけないかな、ギリいけねえじゃん。
どうしよっかな。これ登ってけないね、雨降ってるし。どうしよう、これやっちゃったな。もう一回出てこないかな、ロケット。もう仕方ないから自力で登ることにしました。あいつ倒したいな。あそこにもあるじゃん、行ってくるか。ここからなら届くだろう。よし飛ばすなよ。よし、オッケーオッケー。でこれを、これをしっかりつける。これを待って、どっち行けばいいんだっけ。ちょっと待って、一旦待って、一旦置いて、どっち行く。あっちね、あっち行けばいいのね。これをしっかりつける。こうしてつく、ついてる、これ。あ、ついてるね。でどう、待って待って、そんな一気にめっちゃ来ちゃったじゃん。ちょっと待って待って待ってちょっと待って、これ何よ、どこまで行くのよ。違うって違うって、一旦戻るよ。はい、難しそうだな。もうなくなっちゃった、マジか、マジか。あ、待って、あの下もあるのか、あっち側もあるのか。もう車内はリンク行くしかないわ。もう飛んで、飛んでっていうか登って、頑張って登ってっか。よし頑張れ、もうちょいだ、もうちょいだリンク。オッケー。で何これ、え、あ、これが邪魔ってことか。これが邪魔でいけませんよってことね。これをずらせばいいんだ。え、これをずらせばいいんだけど、こここそロケット必要じゃない。え、ロケットないんだけど、持ってこれないよね。持ってこれるかな、よく上にちょっと飛ばせば持ってこれるかな。できるかそんなこと。まだこれどかさなきゃしゃあない。待って、これ自体はつかめるのか。ちょっと待てよ、あ、動かせんじゃん。うん、これでいいでしょ。オッケーオッケー、これで飛ばせるようになったってことね。ちょっと強引だったけどリンク、まあいいでしょう。取ってくるか、エネルギー。はい、飛ばさないよね、飛ばさないよね。傾く、何傾くとかあんのこれで。 OK だな、これでも乗って向こう行ったら気持ちいいな。これでもどこまでも行けるんかな。これちょっと残しといて、うんね、これで行ってみるか。おいし、あ、間違った、使っちゃった、まあ、いいか。どうだ、治ったか。一体どうして急に端末が治ったんです。私は何もしてないのに。いや、それはそう、こっちがしてんだから勘弁してくれよ。なんと眺望台の上に障害物があったのですね。この端末と眺望台のてっぺんの蓋は連動しています。おそらく障害物のせいで蓋が動かなかったから端末も動かなかったのでしょう。さて問題も解決しましたし、急ぎていますのですぐに立とうと思います。眺望台を直してくれてありがとうございました。ではこれにて失礼。 OK、 これでマップ増えるぞ。いけリンク、飛べ、紐なしバンジー。あの竜いるね。いけ、逆バンジー。
次ゴロンシティの方だよな行くの。あーなんだろうそこ気持ちよさそう。寒そうだけどな本当に。こんなに空中は。よしマップ生まれ。よしいいぞ。オッケー。これ行けるとこまで。あハイラル大森林にさいるのかな。ポーチでかくしてくれるやつ。ソラね。このままちょっと飛んでっか。あ飛んでっかっていうかあれ使ってった方がいいかな。さっきのどうだ。こんぐらいいけるか。リンクあっち向いて。あっちこっちだ。いいかこっちか。どう角度悪い。今角度どうなってんのこれ。こっちか。こっちでいいのか。あれハイラル城だよな。あ剣のマークある。どうしようどうしよっかな。剣も行きたいよな。 あそこにまた塔あるね。そうだね。ちょっとピンつけとくか。 OK 剣行ってみるか。いいよね。うん行っちゃおう剣。これ剣のとこ行ったら何がどうな。ああほこらもちょうどあった。こんぐらいか。落下ダメージ気をつけないとな。あ、これ何壁見たくなってんだ。え、登ってけばいい。あーで、これか取れる違う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 。ごめんごめん、コログを探してたわけじゃないのよ。上かな。剣の先、剣先まで行けばいい。よし登れ。疲れてる疲れてる。いや頑張りゲージ増やしたいな。もうちょっとやっぱり着手ポイントミスったな。でどこまで上がればいいんだ。こんな上まで来たら。あーそっか。でも下にどっちにしろあれか。あの祠あったから祠に行かんとな。でここまで来た。あこれか。また思い出みたいなゼルダのストーリー出てくるのかな。2個目か。2個目だね。竜の涙。回想シーン来る。いやあの竜がずっと気になるな。うん出た。あれここ行ったことあるね。空中の。ん順番とかあるかな。このままではあなたでも勝てない誰と戦わせようとしてんの。魔王。ゼルダなんか時のなんとかっつってたじゃん。だから時空行き来してんだろうな。すごいよね。なんでゼルダは帰ってきてくれないんだろうな。忙しいのかな。
やばい、ちょっとここのストーリーがあんまり分かってないね。これでもしかして時空の力手に入れたとかそういうことかな。そうだ、全然違ったわ。マスターソードを受け取った時のやつだった。折れたマスターソードでしょ。どうしてマスターソードが。リンクは無事なのですね。あなたは復活するために時を超えて私のもとへ。マスターソードも時超えれるの。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。倒せる。人に戻れない。え？もしかしてあの飛んでた竜ってゼルダじゃないよね。大丈夫？え？リンク。竜になるの？私を探して。え？あのさ、いるじゃん竜。あれゼルダか？あれね、飛んでるやつ。まさか。そんな戻れないって言われてゼルダが竜になっちゃってたら、あいつ。あれゼルダかな。ちょっと遠いな。ちょっと遠いな。まあそこやったしょ。だから次はここの祠行くか。なここすご。ここあれか、森か、ハイラル大森林か。そうだね、大森林なんか迷子見たくなって入りづらくなったもんね。よし、ここら行こうかな。さあ来ました、右か左か、四九口の祠。右か左か、はい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 。落ちちゃうからこれを逆にすると、したらあれ弾どっから来た。ああ、で入っちゃう。オッケーだね。で開くと、テレレレレレレンってね。宝箱ないか、大丈夫か。ないな。早く帰れよ。オッケー。テレレレレレン。よし、次はこれを回すとどうなる。これ回す意味ある？あ、回さんダメか。これを一旦くるくる回しまして、で時計時間を戻すと。こんぐらいでいいか。よし、こんぐらいにしてみっか。 OK で戻れ。こでこれやると、したら戻ってくれて、もうちょい頑張れ。俺も過去の俺、もうちょい頑張れ。よし。いや待って、来れたはいいけど宝箱見つけてないぞ俺。絶対あるって宝箱。下行けるかな。下
いける、やっぱり、よしよしよし、やっぱあった。もう歯車についてるか下行くかどっちかだよな。体験か、もらっとくか。これで、ここから上行くと。よしよしよし、じゃあクリアだね。よし、これで何個目だ、5個ぐらいになったかな、4個、あ、6個だ。よし、頑張りゲージも1個上げれるな。よし、出てきたぞ。で、どうすっかな、ここ向かっていくよな、もちろん。あれ、ここ祠通り過ぎた。コログもな、入りたい。馬宿ないかな。あ、ここが竜の涙、その11、これ11だったのかよ。だいぶ行き過ぎちゃったんだね。馬来ねえかな、さすがに来ねえよな、こんなところまでは。よし、じゃあ歩いていくか。うわー、やばいやばいやばい、なんだここ、すごっ、火山か。なんか知らんけど体力減ってるぞお前ら、やばい。よーし、ラッシュいった。ラッシュの練習めちゃめちゃしてたんだね今。よーし、わかったわかったわかった、ラッシュ気持ちいいよー。あー、間違った、おーいお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 い、トン飛ばしちゃったじゃないの、やめてよ。赤チューゼリー、お、ボコブリン、初か。なんか弓今あったような気がする。ここはただ何もないだけか。あー、なんかあるぞ、なんだこれ、なにこれ、なにこれ、まあ、いっか。で、あそこ行ってみるのか。あ、馬宿か、あれ。今はなんか落としたでしょ、チューリーの偽物、風で飛ばしてないっけ。あ、ねえか。なにここ、ここもあれかな、地下っていうか、地底、いや飛ばしてる、ビッグブーメラン。俺ブーメランとか下手なんだよな。なんだこれ、なんかコログの実か、この石足りてないとかあるじゃん、微妙に。ここに石を置くってことかな。よしよし、出た、コログ。今日コログ多いわ。まあいいんだけどね、損して、損する行動じゃねえからな、ポーチがでかくできるっていうのは。そうだな、だけど森行ってポーチでかくしてもらいに行くのもありか。ここ暑いのかな、もしかして。大丈夫かな、なんかすげえ暑そうに見えるけど。そうだな、今回はちゃんと装備買っていきたいね、暑さ対策の。ん、何何、すごい敵だね、初めて見た。追っかけてくんだ、いった。ちょっと待って、捕まってる捕まってる、ちょっと待って待って、危ない危ない、一旦逃げて、一旦逃げて。何何こいつら、回復できないんだっけ。逃げて逃げて、強い強い、え、早いし強いんだけど、どうすんのこいつ。小気のダメージ回復しないか、小気どうしたら回復するんだっけ。これ死ぬって、え、
マジ何なのあいつら、怖いんだけど。逃げよう逃げよう、あんなん戦ってられんぞ。あ、ここ馬宿じゃねえんだ。あ、敵いるか。敵がいるとかではなさそうだな。ん、そういえばゴブリンのなんかや、なんとかって言ってたっけ。あ、待って、服売ってる。こんにちは、ダエトール。おや、君は新しいバイト君かな。そうです。いや、人手不足だから助かるよ。青年ゴロンたちが美味しいわに夢中になって全く働くなくなっちゃってね。指示は直接ユン社長から受けてるから、受けてくれるかな。ユン社長なら今は美味しいわの施設でシティにいると思うよ。美味しい、ユン社長ってあれだよね、ユン坊だよな。ユン社長はユン組の創立者。ゴロンシティの発展のためにと立ち上げた岩石採掘の事業が大当たり。今ではハイラ人も働きに来るぐらい世界のユン組として名を馳せてるってわけだよ。ほえ、何でも最初はたった一人で始められたとか。美味しいわが出始めたあたりからちょっと様子がおかしいけど変な薬みたくなってるじゃん。ゴロンシティがここまで発展したのは紛れもなくユン社長のおかげ。すごい人、すごいお方なんだ。美味しいわ美味しいわといえば青年ゴロンたちに大人気の今や我が社の看板食玩。ただ美味しいわ特別な硬い岩盤からしか出なくてね、採掘できるのはユン社長だけでなかなか供給が追いついてないんだ。まあ、買い取ってもらおうか。お金どんぐらい必要かな。もうアクセサリー系は売っちゃおう。アクセサリーじゃねえ、宝石系はどうせ買わなきゃいけないもんな。これ琥珀も売っちゃおう。よし、400あれば買えるかな。上獣肉そこそこ値段で売れるな。4個しか売れないの。あ、4個しかないのか。いやー、2個ぐらいにするか。回復も必要だしな。450ぐらいまであればなんとかなりそうな気もするぞ。ひんやりだけ俺40個もあんの。10個ぐらい売るか。15個売るか。よし、これで500。オッケー。洞窟の中はまだ溶岩が残ってて、そんな格好だとあっちゅう間に黒焦げだよ。ここじゃ大化の石鎧しか売ってないけど、石鎧だけでも暑さは十分しのげるし、いざって時のために大化装備はちゃんと着ておいた方がいいよ。買おう。あ、これしか売ってないの。700、嘘だろ。よし、なんとか700作ったぞ。もういい、もうお金が高いよこれ。耐火装備が気になるのかい。地上は涼しくても洞窟の中は暑いからね。これはでも買ってこう。洞窟作業に持ってこい。買ってこう。仕方ない。それさえあれば洞窟の中でも暑さを気にせず動けるぞ。たださすがに溶岩に落ちたらおだぶつだ。それを着てるからって気は抜かないようにな。オッケー、炎ガード。こんぐらいついてればまあまあまあいい、大丈夫でしょう。よし、じゃあ料理もちょっと作るかな。結構食材売っちゃったけど。よし、ちょっと作りましたね。で、これで行くのか。あー、いいね、楽しそう。待って、マップで俺なんかピンは。ユン組本部。あ、これ本部なの。あ、待って、こっち側洞窟あるじゃん。危ない危ない。見逃して行っちゃうとこだった。ここが熱いのか。ん、燃えてますけど盾が燃えてますけど。装備してるだけで燃えてしまう。ちょ待って、装備してるだけで燃えてしまう。剣は大丈夫。いや、嫌か。これ大丈夫。なんだここの空間、どういう意味があるんだ。なんか持てるか。
持てたりもしない。何これ、上行くか。ん、届かない、いけない。何なんだろう、暑いのはこういうのが暑いですよっていうのを教えてくれる空間かな。ん、ほこらある。よし、ほこら行こうか。っていうかもう行っちゃっていいのかな、まあいっか。いるなあ。まあいっか、無視して。どうせこいつら復活しちゃうしね、あの赤い月の時にね。これを乗せて、でこれだな。これをつけると、で OK だな。行ってみるか。おーらよっと、いけー、進めー、気持ちいい。あ、いろんなとこ行けそうだな、入り組んでるね。あ、この下も行けるんだ。面白そう。ゴロンして来た。こんにちは。たく、いい加減にしろよ。あー、トロッコ動かそうにも。安全確認役があれじゃあな。美味しいわだけか。ユン社長があれを採掘しだしたからみんなおかしくなっちまったんだよな。ユン社長やばい商売してるじゃん。おいらたちは食わねえからいいけどさ、あれやばいもんじゃねえのかね。いや、やばいでしょ。絶対やばいでしょ、そんな状態だったら。何食ってる。あ、それ異常なし頃。目決まってる。トロッコエリア変なモヤモヤ出てるけど異常なーしごろ。ドリジャン。デスマウンテン変なモヤモヤ出てるけど異常なーしごろ。イエン組本部多分異常なーしごろ。ひどいね、よっぽどうまいんだな。あれがさっき言ったところだよな。でここもほこら行くか。じゃあほこらさえ来とけばな。うん、ま、枕口、まく、ま、まらく口だ。何枕口って。さあ、走破するもの、まく、まらく口のほこら。操作、走れってこと？走破。え？え？こんな時チューリがいてくれたらな。まあ、これででも、あげるんだよな。違う。え？これ降りちゃったけど大丈夫？あるね。よし、これでいけんじゃない？なになに、難しくないんじゃないの？ねえ、こんなピャッてつければいいだけよ。オッケー。で、うわ、溶岩ですよ。これは？これを使ってどうにかせえと。いけないかな？いけないか。これでいけないかな？行ってみよう。いけ。よしよしよし。ちょっと強引だけどまあいいでしょう。オッケーオッケー。この上宝箱か？違う。何だったの？え、何この空間？え？え？何これ？あ、あっち宝箱か。あー、なんかありそうだけどな。よし。何もないんかい。強引に来たのに何もないんかい。嘘だろ。めちゃめちゃ苦労してこれ向こうから持ってきてやったのに。なんだよ、くそ。よし、こういうことでいいと思うんだよな。宝箱ねえのかな。いけいけい。
いけいけい。うー、危ないね。大丈夫大丈夫大丈夫。いけいけい。いけいけい。よし。オッケー。 あった。宝箱があった。なんだよ、さっきのマジ無駄なことしてたな。もういいか、しゃあねえな。よし、宝箱ゲット。おー、ゴーレムの強弓。じゃあゴーいらない。よし。でここなんだ、何これ、弾が、ん、どういうこと、入れればいいのか。気持ちいい。そういうことね。全部行けってことね。わかんねえけど。お、行ったぞ。何が原因でどうなっていったのかわからんけど。オッケーオッケー。あ、重さでね。重さね。はい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 。そういうことね。オッケー、これで7個目か。よーし、じゃあここらも終わったし、まあゴロンシティの散歩はね、お、なんだ、次回にしようかな。うん、なんとか目的地のゴロンシティまで来れたので、今日のとこはこれぐらいにして、はい、次回はゴロンシティの探索していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。